はい、皆さん、こんにちは。同志社大学良心学研究センター長の小原克弘です。本日は、パンデミック時代における良心、世界観を更新するための学際的研究の第15回をお届けいたします。本日、この機会にご登場いただくのは、 同志社女子大学の学芸学部教授、中村信弘先生です。中村信弘先生は、 えっと、旧約聖書の研究をですね、まあ、中心に、キリスト教をですね、ご専門としてこれまで教育研究を続けてこられました。で、あの、私とですね、そういう意味では研究領域が非常に近いので、あの、これまではご登場いただいた方々に、まあ、私が あの、いろいろね、お聞きするというような形が多かったんですけども、あの、まあ、本日は、えー、まあ、中村先生と、まあ、私とでですね、まあ、いろいろこう、えー、お互いこう聞き合いながらですね、え、この問いを深めていきたい、と、あの、まあ、今日我々がですね、突きつけられて、 ている鳥、鳥が一体何なのかっていうことを、えー、含めてですね、えー、様々にこの考えていきたいなというふうに思っています。で、あの、キリスト教というのは、うん、まあ、同社にとって、まあ、つまり同社大学であるとか同社女子大学とかですね、えっ、ー、と関連の学校にとって、えー、まあ、見学のですね、まあ、理念。 えーとして非常に重要なものですであの、まあ、新島城がですね、まあ、同社大学設立の C ということを考えた時には、えー、まあキリスト教主義をまあ特育の基本とするっていうことで、えー、っとまあそういったものをですねもし大学を作るんだったら中心に据えたいというふうにまあ願ったわけですので、まあ、今回あの、まあ、今までですね、えー、と良心ということを、まあ、自然科学の分野であるとか、えー、人文社会系、えー いろんなですね、領域から通ってきたんですけども、まあ、本日は特にですね、これまでちょっと十分に触れる、あるいは掘り下げることができなかった、えっと、キリスト教とか宗教という視点から、えー、このパンデミックの時代に、まあ、どう私たちが向き合っていったらいいのかっていうことを、えー、中村先生と共にですね、こう考えていきたいというふうに思っています。では、えっ、ー、と、中村先生、あの、早速ですけども、あの、よろしく、あの、お願いいたします。よろしくお願いします。 じゃああの始めていきたいと思います。えー、っと,、えー、っとではあの今日はですねパンデミックからの問いということでまあ小原先生に私がむしろ要所要所で伺いながら。 あのまあえー、と今、小原先生から説明があったことを深めていきたいというふうに思います。最終的に、まあ、未定なるものへの応答責任ということを一つのキーセンテンスとして、えー、本日ご理解いただければというふうに願っております。で最初にですね、ざ、えー、っと,、えーまあ、あのとあのこれインデックスというふうにしましたけど、そ,そんなに。えーっとえーっと 目次としてて作ってるわけではありませんこういったキーワードをあの巡ってお話をしていくことができればと思っていますが、初めにちょっと私自身のことをお話したいと思います。まあ、どういうふうにして私はあの進学部ではない同志社女子大学の 学芸学部というところでですね、キリスト教と文化の問題を考えているかということの一例ですけども、これは有名なピーター・ブリューゲルがあの16世紀に書いた、社肉祭と私純説の喧嘩という絵なんですね。で、これはキリスト教的に言いますと、まあ、小読みの中で社肉祭、カーニバルがあって、それから、まあ、約40日間の 節制をするあるいはあの時にはあの断食をするというような習慣があるわけです。で これは、あの、順番にやってきますから、あの、別に問題、喧嘩する必要ないんですけれども、ブリューゲルのこの絵を見たときにですね、人は、その、えーまあ、腹いっぱい食べるという人間の欲望とですね、宗教的にそれを禁欲するということを、中世の人々が揺れ動いていたということを、この一枚の絵から私たちは読み取ることができるんじゃないかということですね。でえー、と絵画という一枚のメディアがですね、人間の深いこう文化の真相というか、 構造というものをこう教えてくれるでそういうものを、まあ、できるだけ学生さんたちとですね分かりやすく取り出してそしてあの精神の文化の深いところと対話をできるようなそういうあの研究ができればいいなというふうに思っているその一例であります。 で、まあ、あの、これ少し拡大したところですね。太った、あの、腹いっぱい食べてる人、それから痩せ襲った人。まあ、これは何を表しているのかということですが、実際はですね、こういうことはあり得ないことです。虚構です。しかし、えー、そこを、えー、その揺れ動くその身体、あるいは精神というものが、それこそが現実ではないかということですね。こう一枚の絵は、 そういうことを語っててくれいいるようううな気がしますで、まあ、あのそういう点から言いますと私たちあこれしょっちゅうあの見る図ですけれども、えっとまあ、昨日の夜中に、まあ、2000数百人になって全国の,です、ね、あの陽性者の数です、まあ、これざっと見て、まあ、とても不安ですよねこれからどうなるんだろう第1波第2波同じような波形がもっと高いレベルで待っているんじゃないかっていうようなことをあの感じますけどでもこういうあの外務省の 市長が出しているホームページのグラフをご覧になるとどうでしょうか。えー、とこれはアメリカ、インド、それからまあヨーロッパ諸国、まあ、高い水準で、えー、犠牲者、犠牲者じゃななくてごめんなさい陽性者がですね、感染者が推移してますね。でも東アジア、日本だとか中国はもう全然違う、あのこのレベルなんですよね、このもう本当にこう、えー、グラフの下のところを張っているような感じがします。 ですから、あの、これを見るとですね、まあ、私たちはひょっとしたら安心してしまうかもしれないということです。そうすると、私たちの不安っていうのは、ひょっとするとかなり相対的ではないかということですね。で、メディアということを、あの、申しましたけれども、そういう点ではですね、その、えっ、ー、と、これは有名なアマビエですけれども、これは、あの、厚生労働省のココアという、あの、 接触確認アプリでもこのアマビエが使われています。これはあの江戸時代の絵ですけれども、あの全く同じように描かれていますよね。でアマビエというようなあの妖怪があの疫病が流行った時にですね、登場したかどうか、現代の科学ではそういうことはなかなか言いにくいわけですけれども、人々は目に見えないものを こういうその異形異形のキャラクターに託してですねあのそしてその問題社会に起こっている問題を共有することに成功してきたわけですよねでそういうことを私たちはあの、まあ、先祖たちからの知恵の中であの、えー、行っているんじゃないかっていう気がしますさてそこであのまあ なぜ、そのこういうその大変な目に遭うのかということに関してですね、例えば、あのペカミウの「ペスト」ストという小説の中では、えー、っと、まあ、主人公の一人とも言えるパヌル神父という方がですね、あのまあ、これは神の神罰審判なのだというような言い方をしているんですね。だから 心の正しい人、行動の正しい人は恐れる必要はないということを、あの、説教の中で、小説の説教の中で出てくるわけですけれども、この説教ある人々にそれまでおぼろげに出会った観念、すなわち自分たちは何か知らない罪を犯した罰として、想像をした監禁状態に服されているのだという観念をいっそはっきりと感じさせたのであるというふうに、あの、神は、 え小説の中でえ書いて、まあ、こういうふうな形で、まあえー、と最悪というかパンデミックということを納得する方法があるということですよね。まあ、日本だとアマビエというその絵を描きながらですね、まあ、納得してきたのかもしれません。でまあ しかし今私たちはですね、ふ、えーまあ、普段の行いが悪いからこういうことになったとかですね、あるいは神を信じる、信じていれば、えー、助かるけれどもうう、そうでなければっていうようなことは簡単に納得することができないんですよね。でまあ、今までのところ少し前置きだったんですけれども、こういう神の審判というような考え方 は現代ののキリスト教の中にも私はかなり影を落とししている気がしますでここからあの私はこのスライドの中で Q をつけているところは時々小原先生に伺ってみたいというふうにあの思っているわけですけれども、えー、と小原先生そのキリスト教がこういった問題をざっくり言うとどんなふうに考えてきたのかもしもあのよければちょっとご説明くださいますでしょうか。 そうですね。あのまあ、今あのスライドに、ね、出していただいているのは「あの福音と世界」の11月号で、えーっとまあ、私が書いたものですね。でちょっとそのあまり詳しくは、ね、ちょっと言えないにしてもあの私がここでうんと考えていたのはう やっぱり人間というのはですね科学があった時代今のようにある,ある時代であっても、えっと、現代のように科学的な知見がなかった時代においてもやはりその今起こっている事柄を何らかの形でやっぱり説明しようとする欲求をもう避けがたく持ってると思うんですよねで、まあ、現代であればあのウイルスがあるからこここういうふうな症状になったっていうふうにねえっとまあ分かるわけなんですけども、まあ、昔の人はもちろんウイルスっていう存在自体分かんなかったわけですしかしそういう説明の仕方は違い けども何かその自分たちにとって、まあ、最悪とも言えるようなです、ね、いろんなこうハプニングとか大きな出来事が起こった時には、えっと、それがな,なぜ起こったのかそしてさらに言えば単純になぜ起こったのかっていうことだけにとどまらないで,です、ね、これが起こったのは、えっと、誰々の責任だみたいなです、ね、あのそういうふうなあの因果論っていうものがやはりこう問われてきたと思うんですよね。 ですからあの、あなたが不幸を負ってるのは、あなたが悪いことをしたからだとかですね、いやあなたのお父さんお母さんがですね、悪いことをしたからだ、あるいはその先祖がですね、悪いことをしたからだみたいな、こういう言い方っていうのは説得力がかつてもあったんですけども、あの同時に、聖書の中でイエスが語ってるのはね、そういう、えー、とこのあの因果に対するとらわれから、 えっと、もっと自由になれっていうことをですね、やっぱり問うてるところに私はすごくあの、イエスの教えのこの斬新さを感じるんですね。ですから、まあ、我々はもちろん日常的にはですね、そういうものに囚われざるを得ないですし、説明を求めるんですけども、えー、それに囚われすぎないということの知恵を聖書やこの、まあ、宗教からね、やっぱ得ていきたいなっていうことは思いますね。なるほどね。あの、えー、っと、 なんか宗教が人をこう呪縛していく面と、うん、そこから解放していく面と、両方があるんじゃないかっていう。うん、いや、そう思います。ですからね、うん、例えば宗教という言葉を使うと、イエスがやったことっていうのはね、まあ、本当に単純化して言うと、宗教からの解放っていう側面があったと思うんですよ。当時、人々を縛っていたのは、ユダヤ教のですねいろんいろなこの戒め、まあ、立法と言われるようなね戒めが人々をこうあの縛っていたというか、あのそれに規律を。 日常に規律を与えていたので、やっぱりその宗教にとらわれているわけですよね。ところがイエスはその当時のえっと宗教からこの人々この解放したっていう側面があるんですが、しかし後のキリスト教が皮肉にもですね、またその宗教になっていって人々をえっと縛っていったっていう側面があのあっぱあると思うんですね。ですから私たちはそこの循環をきちんと見ながら、あのあのイエスが本当にしようとしてきたことを後のキリ ス東京はですね、えー、と同じような視点に立ってやってるのか、いやむしろイエスがですね、えー、拒まもうとしたものを我々は後の時代に、えー、と返ってですね、やってるんじゃないかみたいなね、あのそういうこうあの対象自己批判というかあの自己検証っていうのはやっぱり必要だなとは思いますね。ね、ありがとうございます。あのむしろむしろっていうか本当に今日はあのそういうところを。 あの先生と一緒に、あの、えっと、宗教の持っている、あの、矛盾、あるいはその可能性ということをですね、このパンデミックという状況の中で、むしろ逆に我々はよくあの考える。 機会を与えられているんじゃないか。まあ、その辺のところを見ることができればと思うんですけど、これは、まあ、あの、えっ、ー、と、丁寧に見ていただく必要もありません、ね。説明も、あの、割愛しますけど、一口にですね、あの、不安という言葉を使っても、あるアンケート調査ですけれども、もう本当にこう、たくさんの不安というものを我々も抱えているということなんですね。で皆さんも、まあ、例えばコロナ、まあ、先ほど、その、えー、急速に拡大しているグラフを見ていただきましたけど、私にとって不安は何なのか、じゃあ,あの、例えば、 大学に通えなくなるという、あるいは家族、あの、実家に帰りにくくなる。まあ、いろんな不安があると思うんですよね。で、そういうことを突き詰めていったときに、その皆さんにはどういうことが見えているかということを考える、まあ、一つのきっかけにしていただければと思うんですけれども、まあ、そういう意味ではですね、まあ、あの、新型コロナウイルスが引き起こす様々な、あの、 不安の多様性ということが、あの、今のグラフで見ていただけたかと思うんですけれども、で、先ほど小原先生がおっしゃったように、その現代におけるまあ責任論ということから考えますと、でこれは、あの、宗教がまあ非常にこう前世の時代も、それから、その、宗教が退いて医療、医学、あるいは科学が全 前線になってきたあるいは私たちはそういう枠組みの中で考えているかもしれませんけれどもあの、えー、とやはりあの責任論ということでは変わらないというような気がします。 で、あの、そこで、あの、少し、あの、これも、あの、カ先生が、あの、先ほど触れられた論文の中でも、あの、少しお返ししておられて、私も、あの、とても共感した、あの、えっと、神代のペストですけれども、その中でですね、あの、主人公の医師、龍という医師はですね、あの、ある人から、あなたは神を信じているのか。 そう聞かれて、い,いえ、私は暗い世の夜の中に、今、その中で明るく見極めようと努めているのです。要するに、彼は神を信じていないわけですね。しかし、なぜならば献身的になれるのか、神を信じていないのにという質問に対してですね、もし自分が全能の神を信じていたら、人々を治療するのをやめて、人間の面倒をすべて神に任せてしまうだろうから。 これはあの非常にこう神のですねまあ無心論者でありながら現実に対してあの責任を負っていくという姿勢が明確に出ているあのまあ彼のえ単なる小説を超えてですね哲学や思想というふうにあの私はあのえ今回読み直してみてですねそういうことをすごく感じたんですね。しかし私は今日このことをあの皆さんにもご紹介したいのは単にあの無心論者は神を信じない けれどもあの現実の責任を感じているということではなくてあの信仰者にとってもですねこれは本当に共有しなければいけないそれはい、まあ、わば神への応答責任としてあの神に全てを任せないという生き方考え方があるのではないかという問題を私 は提起されているというようにあの感じたわけなんです。でそこで、あの、岡原先生はですね、先ほどの論文の中で私、あの、非常に興味深いなと思って、あの、拝見したんですけれども、あの、カミウ、これは、まあ、ま、ああの、小説家としてよく知られていますし、今、あの、ゲストのことを申しました。いわば、不条理文学の、ま、代表ですよね。で、もう一人、あの、 ディートリヒ・ボンフェッファーという心学者のことをあの紹介しておられるんです。で、ここのところ、ちょっと先生、あの、お二人、あの、比べ、並べられた理由、それからどういう共通点、まあ、私は、あの、掃除系、掃除性があるんじゃないかっていうふうに、あの、感じたわけですけど、先生のお口から少しご説明いただけるでしょうか。 はい。あの、その論文には書いてないんですけどね、ちょっと私の個人的な経験を説明して、なぜその2人がつながってるのかっていうことの説明にしたいと思うんですね。で、私、あの、最初に読んだのは、カミューです。 え、カミュー高校時代にですね、やっぱ一冊、えっ、ー、と、最初は異法人だったと思うんですけど、それぐらいから始まって、あの、ちょっと次々と読んでいって、まあ、ペストも、あの、その一番最初に読んだのは高校生の時だったんですが、それからもう三十数年ぶりに、あの、また読んだみたいなね、えっ、ー、と、そういう感じです。で、その時に、あの、カミューが、あの、まあ、カミューの思想っていうかな、あの、文学なんですけども、えっ、ー、と、彼の場合は、あの、やっぱり戦争背景として、 えと何かこう訴えたいこう思想的なこうもの哲学的なものっていうのがこう非常にえっと強くやっぱあると思うんですよね単にこの人物を淡々と描いてるっていうだけではなくってその人物を緻密に描くことによって でそこに自らの,このメッセージを、まあ、ある主人公にこの託すみたいなね、えっと、そういうところがあ,のあるというふうにあの思いました。で一つは何、まあ、といってもあの戦争経験ですよねあの戦争の中で、まあ、あのここにも書いてますけどあの反ナチスのレジスタンス運動をしたっていうのが、えっと、カミューにとってはやっぱ大きいですしそれからの死刑制度ですね死刑ということ人が人の命を奪うということに対しても、まあ、彼は独自の,です、ね、あの考え方を、えっと、持っていました。 したし、それはあのえっとペストの中にもですね。あの反映されてます。で、そういうことであのまあ、不十分であったんですが、カミューの面白さにえっと気づいて。それから大学に入ってその進学部で。 ん二回生か三回生の頃からにですね、あの、初めてボンフェッファーのことを知ったんですね。で、その時に、あの、ボンフェッファーの、ま、一番、あの、私に、こう、突き刺さった、えっと、作品の一つは、あの、極中書簡と呼ばれるですね、あの、ものです。あの、ここにも、あの、スライドに書いてくださっているようなですね、キーワードがたくさん出てくるんですけども、あの、非宗教的キリスト教とかですね、成人した世界のキリスト教とか、神の前で神と とにに神ななしに生きるみたいなです、ね、これはもうなんか私がこう悶々としていたことをはる、えー、か私の先輩のボン・フェッファーが本当に深く考えてしかも非常に短い言葉でピシッとこう、まあ、語ってるわけですよねしかし彼はその言葉を十分に展開したり深めることなくあの、まあ、公主権に処せられましたのであの、まあ、その言葉の意図するところはですね、まあ、後の人,人間がこう考えていくしかなかったわけです。 で私はカミユーの,の、まあ、先ほど中村先生が紹介してくださった無神論なんだけれども、えー、にもかかわらずというかあのそれゆえにです、ね、何かこ,うこの世に対する献身性みたいなものが、ね、出てくるそれからボンフェッファーもその「神を大前提にする」っていうのは、まあ、もちろんキリスト教神学にとっては当たり前なんですが彼はそこのところをこう 問う,問うていくんですね。非常に批判的に。その当たり前のことを前提にして、えー、それを人々にこう強要するんではなく、むしろ、えー、その神がない,い、いないかもしれないというですね。えー、とそういった状況の中で我々は、えー、と何を成し得るのかということを、しかしあの、かといって信仰から離れるわけでなくですね、えー、とギリギリの線をこう突き詰めていくみたいなところで、えーと、やはりこのカンミューとボンフェッファーが えっと、こう、激しく、こう、響き合ってるなっていうのをですね、まあ、後に感じました。で、まあ、背景を知れば知るほど、あの、まあ、これも、えっと、彼らが生きた時代っていうのはね、もうほとんど同じ時代です。あの、神はもちろん、あの、戦後もですね、生きていくんですけれども、えっと、生きた時代的にも同同時代の人間ですし、それから、あの、反ナチスの運動にかかったっていう点でもですね、えっと、両者は非常にこう、近いものを持ってますね。はい、そういう点で、あの、 まあ、あのず、ずいぶん後になってから、あの、この二人に、えー、っと、こう、非常に強い、まあ、類似点というかな、あの、立場は違うんですけど、こう、響き合うものをですね、まあ、感じたということですね。 ありがとうございました。あの本当に私もあの先生と同じようなあのカミューとの出会いの仕方それからボン・フェッファーとの出会いの仕方あのよく似ていらっしゃるなというふうに思ってあの伺っておりました。で、あの特にあのボン・フェッファーはのここには書いていませんけれども、あのドイツ教会闘争というか、国学教会と言われる、ちょっと専門的になるかもしれませんけれども、 あのえー、とヒトラーだけが相手ではなくてその、えーとまあ、ヒトラーに追随していくドイツのキリスト教に対しても非常にこう距離を置いていくそのためにあの、えー、と教会闘争というような言葉が使われたようですけれども非常にあのそういう意味であの 抵抗あるいは時代と向き合うこの2人があの本当に先生が言われるようにあの少し字を変えの色を変えていますけどほぼ同じ時代神の方が後から生まれて戦後もあの15年ほどあの生き、えー、ていますけれども本当にあのそういう時代をあの同じような問題意識の中であのまあ 生き抜こううととした人た人ちだなっていうここですよね、まあこのお二人,二人からまあ我々も学ぶことが随分あるんじゃないかということだろうと思います。でまあそういうことであの、まあ、先ほどその、えー、とパネルイ神父の説教を引用しましたけれども最後のところ終わりに物語が近づいてくるとあの、まあ、無神論の竜はあのパネルイ神父の手を引 あの取ってですね神でさえも今では我々を引き離すことはできないこれもカール先生印象深い言葉として挙げてくださっているんですけれどもでこれはあの宗教が正しいとかあの科学的に見るべきだということからは決して出てこない言葉ですよね。でお互いのの立場を持ちながらあししかし 神田さえも引き離すことができない人と人との出会い、結びつきということに、我々はあの小説を読んでいて、何かこう希望というか可能性を感じることができる。でそういうことで言うと、マッコラ先生はあの医療と宗教という異なる領域を開講させて、新たな神認識へと我々を導く駆動力。 になるんじゃないか。この小説のこのセリフですよね。こういうご指摘をされているわけですけれども、さらにそのご論考の中で、その駆動力を神のラディカルな愛というふうにあのおっしゃっていた。この神のラディカルな愛っていうのは、私が先生の論文読ませていただいて感じたのは、 いわゆるその伝統的にキリスト教の神っていうふうにあの我々が定義しようとしている神とは少し違うような気がするんですよね。で、さっきあのラル先生言われたように、あの、何て言いますかね、その、えー、とイエスが訴えようとした神というのは、それまでのそのイエスが生きたユダヤ社会において固定化されて人々を ある枠組みの中にはめていくそこから解き放していくその解き放していく力をその神のラディカルな愛とかその駆動力時代を動かしていく駆動力っていう言葉でおっしゃってるような気がするんですよねあの先生はブドウ園のまあ有名な労働者の例えを使ってこのことをご説明になってるんですけどちょっとここのところあの短くもう少しご説明いただけるとありがたいんですけどそうですね あのまあ、これは、えーまあ、な先ほどもねちょっとテーマにしました因果論っていうかなその悪いことしたから悪い目に遭ってるとかですね、えー、と頑張ったから、えー、今成功してるみたいなね、えー、とそういうことだけでやっぱ説明できない事柄って、まあ、世の中にいっぱいあると思うんですよただ我々はどうしてもそっちの思考にとらわれがちなので、えー、と何か悪いことが起こるとですねなんかそれをやった悪者がいるんじゃないか。 あのコロナでもね、あのかかった人、そのコロナに感染した人に対して、すごくこう必要以上のですね、あの批判がこう向けられてきたっていうのもね、それとこう関係があると思うんですけども、 あのそういうところから出すから我々はなかなかやっぱり自由になれないわけですよね。でこの武道園の労働者の例えっていうのはあの本当にありえないような話を、えー、と例えとして,語,って語られているんですけれども、まあ、普通はあの労働時間に応じて、えー、ともし長く2倍働けばですねあのお給料2倍もらうみたいなね、えー、こういう掛け算とか計算っていうのは、まあ、我々がもう馴染んだものなんですけれども、えー、とここのあのドウ園のえっ、ー、と主は ですね、あの朝から働いた人と、えっと、それから夕方遅くになってからです、ね、来た人にあの同じだけの,この、えっと、賃金を与えてです、ね、そして結果的にあの朝から、えー、働いた人がたちがやっぱ文句言うわけですよ。このおかしいって言ってですねでもちろんあの昔であろうが今であろうがです、ね、あのこれはやっぱおかしいと思います。あのおかしいんですがしかし、えーそのえー、このブドウ園の えー、その管理者からすると「いや私は本当に自分がやりあのそのようにしたいと思ったからやってるんだ」っていうですねこの気前の良さっていうのがここではやっぱり強調されてるんですね。ですから我々がこのとらわれがちなあのやっぱりこの計算することによって、えー、と何かこう物事の説明がですねこうつくようなあのそういったあの日常の論理を意図的にこの破綻させてる。 そして我々はそういう一旦破綻させたようなところからもう一度日常を見直さないとそれにとらわれてるっていうことにすらですねやっぱり気づけないっていうふうに思うんですよ。ですからそういう点であのここはうんとまあ今,今の常識からするとですね極めて非常識なことを言ってるんですけどこの非常識さ加減がなんか我々にとってはですねある種の解毒剤になるなっていうそういう新鮮さを感じますね。 あの私も、まああの、この例え話も長くあの興味を持って読んできた例え話の一つなんですけれども、印象深いのはあの朝から働いていた人があの1時間しか働いていない人に対してあの、丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中を同じ扱いにする、同じ扱いにされて人というのは不満を持つ。これはなんか私自身の心の中をこう見抜かれているような気がして、とってもあの、えーと 考えさせられるる物語だなっていう気がするんです、ねえー、あのコラ先生に今日あのこういう機会を与えていただいて是非教えていただきたかったのはそのコロナがあの出てきた頃に、まあ、日本の教会だけではなくて、まあ、例えばローマカトリック,カトリック教会の,あの、えー、とフランシスコ式、えーとえー、教皇なども割とその、えーとまあ、オンライン礼拝というかあの ミサに対して積極的に動かれたというふうに聞いてますけれども、まあ、日本のプロテスタントの教会の中では一部に私は進学者の先生方の中にですね安易にそのネット配信ということを、まあ、教会というのはやっぱり対面式でリアルな教会というのはとっても大事なことだというあの議論があってちょっとあの、まあ、あの若い牧師さんたちからも一部聞きましたけれどもちょっとあの コロナを避けるためにですね、オンライン礼拝を計画して色々、いろいろ教境の方たちとも相談しながら、工夫されながら、戸惑いも感じたっていうようなことを聞いているんですけど、この辺の背景とか問題とか、ちょっとあの先生のおたちはまさに進学教育の第一線におられて、どんなふうにあの卒業生たちともお話になったか教えてくださいますでしょうか。 教会。 と一言に言,あの一口に言ってもね、あの今先生出されたカトリック教会とプロテスタント教会とで、まあ、ミサレ拝ハイに対する考え方も違いますし、それからあの私が聞いているところでは、あの同じカトリック教会でも、あるいは同じプロテスタントの一つの教団の中でも、教会ごとになんか対応の仕方とっていうのがもう本当、点でバラバラなんですね。でそれはあの各教団とも、あのなんか上からですねもうこの、この場合にはこうしなさいとか、あの何月何日まではお休みしなさいみたいなことを一律に言って ということはあのなかったようですでその点ではですねあの対応の仕方に幅が、えー、あったとは思うんですけれども今中村先生が冒頭で言われたねうんとその安易にオンライン化すべきではないというのはあの、まあ、従来やってきた礼拝こそが、まあ、やっぱ大事要するに教科にあの決まった時間決まった場所に集まるっていうのがね、えー、と大事だっていう主張だと思うんですよね。 で、これは、あの、当然ですね、えっ、ー、と、お気持ちはわかります。あの、というのは、えっ、ー、と、キリスト教のその歴史を振り返ると、やはりそのイエス・キリストの復活を覚えて、えっ、ー、と、日曜日にですね、集まると。それが仮にもし見つかったとするならば、最悪、この処刑にされるかもしれないような迫害の時代においても、その日曜日を守り続けるっていうことをね、まあ、ある種、こう、自分たちの最も大事なこととしてきた伝統がやっぱありますので、 えっと、それから考えると、いやいやこんなコロナごときで、えっ、ー、と、礼拝をやめてるなんていうのはですね、なん、軟弱だみたいなね。えっ、ー、と、そういう考え方を持つ教会っていうのが、まあ実際には世界の、えっ、ー、と、各地に、あの、多くはないんですけども、やっぱあったわけですよね。で、あの、しかし、うんと、私はですね、うんと、その、まあ、もちろんそのこだわりのポイントは、あの、一理あるとは思うんですけども、その、えー、その礼拝をするっていうこと自体は、 えっと、身体的なものでありながら、同時に、えっ、ー、と、教会そのものがですね、あの、極めてこのバーチャルな、 えっと、つながりというか、広がりを持っているものですので、えっ、ー、と、そういったことへとこう目を向けるならば、あの、もっと柔軟にやっぱり考えて、えっ、ー、と、いいんじゃないかと思うんですよね。ですから、これはもうもちろん、あの、同じ形をですね、ずっと、あの、まあ、例えば、あの、ちょっと悪く言うとね、今、そのプロ、あの、プロテスタント教会の場合には、現在やってるような教会の式次第というか、礼拝の形式っていうのは、 あの、まあ、16世紀の宗教改革の頃に骨格ができて、まあ、ほとんど変わらずにずっと受け継がれてきてるわけですよ。まあ、ほとんど変わってません。で、その変わらないということに対して、その伝統を守るっていうのもですね、まあ、あの、大事ではあるんですけども、しかし、えっ、ー、と、そこに、あの、なんていうかな、囚われすぎることによって、えっ、ー、と、我々の意識がですね、まあ、なんていうかな、その、えー、その、本来バーチャルであり、自分たちのこの、えー、 と小さい意味での信仰共同体を超えたあのつながりとかね、あるいはその,その場にいない人ともつながっているというような感覚がどっかでこう失われてきていると思うんですよね。だからそういう点では、あの今回、えーっと、多くの教会が、まあ、オンライン礼拝とかですね、まあ、いわばバーチャルな方向に向いたんですけど、これはあの今まで少し教会の中で眠ってきた えーとバーチャルの、バーチャルの素敵な性格の部分をです、ね、再度こう検証するというか、再発見する意味では、私はやっぱりむしろ良かったんではないかなっていうふうには、えっと、捉えてますねあの私の周りでもあの、オンライン礼拝になって、あのえー、と出歩くことでこ、特に高齢者の方なんかが、まあ、コロナが怖いという、もちろんそういうこともありますけど身体的にも動きにくくなって、でもあの、えー、と礼拝を守って、一緒に守っている。 仲間がいるということをオンラインで経験することができた。で、そういうことが、あの、機材を、機器を使いにくい方たちには、あの、近くに住む人がそれを助けてあげるとか、こういう自然発生的にいろんなこう、助け合いがあって、でそれはある意味で私は、あの、境界的な性格っていうものは、そういうところにもあるような気がしているんですね。だから、あの、そういう意味でも、あの、先生がおっしゃっていること、なるほどな、というふうに、あの、 まあ、あの、思いましたけど、まあ、ここに、あの、書いてるのは例えば、あの、まあ、日本では、あの、礼拝を無理にやって、あの、感染者を増やしたっていうようなことはありませんけど、まあ、お隣の国では、まあ、そういうような例もあって、というようなことを、まあ、一例として、ちょっと、あの、挙げてみたわけですけれども。さて、そこで、まあ、そういうふうな、あの、宗教が、あの、非常にこう、兼用しつつある、宗教の果たす役割、あるいは教会のイメージも、 これまで通り捉えることができないとしたら、これも、あの、コラス先生が論文の中で、あの、挙げてらっしゃる。例えば、えー、完全菜食主義者って、ビーガンと呼ばれるような方たち。これは、あの、この方たちは、あの、えー、肉が苦、肉食が嫌いだっていうことじゃなくて、あの、環境問題と連動して食べるものを選んでいらっしゃるっていう、そういう、その生き方ですよね。で、その生き方っていうことを考えると、むしろ、 宗教の課題だったんじゃないか。で、あの、まあ、キリスト教だけではなくて、仏教にしてもですね、まあ、あの、そういうことをずっと考えてきた。しかし、今、あの、私、ざっと、あの、挙げられる、まあ、全部って意味ではありませんけど、平和運動とか、環境保護運動、持続可能な社会、社会福祉だけや、あるいは、マインドフルネスだとか、まあ、反差別、反ヘイト、フェミニズム、まあ、こういったあの、いくつか我々の社会の 正、正の、あの、か、えー、何て言いますかね、その、関心というか、喫緊の課題、この喫緊の課題を担っていらっしゃる方たちは、むしろ、まあ、私の周りにもいらっしゃるんですけれども、あの、教会とか宗教とは別の枠組みの中でしたい、ということをよく聞きます。で、それに対して、あの、先生、あの、キリスト教は、どう、どういうスタンスがあり得るんでしょうか。そうですね。あのー、 私はですね、まあ、非宗教的な、この運動の中にはですね、非常に高い倫理性を持ったものがあると思ってるんですよ。ですから、あの、まあ、宗教の立場から見てね、いやいや、あの人たちは無神論だから、えっと、我々とは関係ないんだとか、関係を持つ必要がないんだというふうな、えっと、少なくとも狭い、こう、見地に立たない方がいいなとは思うんですよね。 でこれがあの、まあ、こう冒頭で中村先生も言及してくださった、えー、っとパヌル司祭と理由とかですね実際に手を取ることができたっていうことのやっぱり重要さを我々はやっぱり再認識する必要があ,のあると思います。であの今ここでですね投げてくださったいろんなこの各種社会運動みたいなものって 今やこう教会が元になってるものは確かにああの多くあったんですけども今やこうそれをこう追い抜かれてね、えーとまあ、世俗的な運動の方が、えー、とそういうものに、ね、もうはるかに熱心にやってるっていうところもあ,のありますのでやはりむしろそういうところから学んだりこう関係をうまく持つ中であの新たな刺激をですね得ていくっていうような、うん、そちらの方が私ははるかにあの効果的ではないかなと思いますね。 あの、先生は集会遅れという言葉、まあ,何ですかあ、ってやってらっしゃるんですけれども、あの、私も、あの、本当になんていうか、こういった運動っていうの、キリスト教の優位性を競うというような発想をしてしまうんじゃなくて、あの、そういうことをこう学んでいく。だけど、例えば、あの、えっ、ー、と、まあ、このシリーズの中で社会福祉の問題を取り上げていただいていますけれども、例えば、どうしても社会福祉は、ま本当にこう、キリスト教神学という、まあい、一体なんだよね、本来。 でそういうようなことを、あの、えっ、ー、と、我々、あの、考えながら、あの、なんていうか、この運動をしている方たちから学ぶ方法を考えていくっていうのは、あの、次の課題かなっていうふうに思います。えっ、ー、と、さあ、これ、もうそろそろ時間があまり残されていないかと思いますので、ちょっと、あの、私の勝手な、あの、想像なんですけど、これは、あの、中世のドイツの、あの、えっ、ー、と、聖書の冊子へある本から引用させていただいたものなんですけれども、 これは、あの、えー、っと、な、えー、王様にですね、あの、莫大な借金をした男が、 あの、なんとか王様に許してもらったんですけれども、えー、自分の家に帰る途中ですね、わずかの借金をしている仲間と出会って、で、その仲間のことは許せなかった。で、それを、仲間、それを見ていた仲間たちが王様に告げ口をしているっていう物語が、あの、タ、ま、たによる福祉に出てくるんですね。で、しかし、それをよく読むとですね、あの、イエスは、あの、えー、人を徹底的に許さなきゃいけないということを言いながら、えー、この物語の中で王は、 それを見た、あの、つまり仲間を許さなかった、この男をですね、再び牢に入れてしまった。で、最後は、こう、王が許さなかったっていう話で終わっているわけです。でこれは私は非常にわかりにくい物語だと思っていたんですけれども、あの、この絵を見ることによってですね、あの、その少しこう、謎が溶けかけてきたんですね。で、それを私たちはですね、文字テキスト、聖書、聖書でそこから教義ということが生まれていくわけで。で、正しいキリスト教っていうのが生まれていくわけで ですけど、そうすると多くの方はですね、この王様くそこう、など、最終的に人を許す権利、権限を持っていて、最後はそういう心の優しい王様でも許さなかったんだから、あの、我々は、あの、あのこの王様の目にかなうように行きましょうという教訓的な物語になってしまった。でけれども、この絵を見るとですね、実はこれ、あの、この王様と、その、えっ、ー、と、誤っている、この、 家来で、これが、あの、同じ人が相手を許さないんですけど、これ首を絞められているのは王様と同じ顔をしているんですね。で、しかもその、この二人、告げ口に来た二人は、この二人なんです。だからこれ6人いますけど、二人しかいない。で、しかもこの絵を見るとですね、私たちは二次元の空間の中に三次元、時系列も含めて、同時に見ることができる。そうすると、許すとか許される。 というのはですね、もう少し誰が許すからこの人の権限あるいはそこにあのひざまずくべきだという倫理ではなくて、許す許さないという関係が脱構築されていくというか、もっと根源的な問題として考えるべきだということを私は11世紀のその聖書の挿絵から学んだ気がするんですね。考えさせられる気がするんです。で、そういう点で、 あの、今日、まあ、最後に、あの、していきたいと思っていますけれども、もう一つ、マタたによる福音症に、あの、これは、あの、まあ、 キリスト教的、あるいはユダヤキリスト教的な枠組みから言うと、終末、まあ、最後の時がですね、どのようにやってくるかというテーマの物語が続いていきます。あるいはそういうイエスの建設や教説が出てくるわけですけれども、まあ、終わりの時が来ますよって言いながら、キリスト教はですね、ずっとその2000年の間、終わりの時、終わりの時来ますよ、来ますよって言いながら、あの、まだ、あの、実際には来ていないという理解に立てば、これも、あの、先生の論文の中 中間時代の倫理という言葉を使われて,いて私たちのキリスト教的に倫理というものを考えていくときにそれは終わりという最終的な決,決算といいますか、えー、までの途中経過を生きているということなんですよね。でその十人の乙女の例えというのは、えー、っと少女たちがです、ね、予備の油を持っているあの花嫁のお友達5人ずついるんですけれどもその花の 向こうが遅れてきてしまったために予備の油を持っていなかったお友達はですね、あの、講演の席に招かれなかった。あの 油を買いに行かなきゃいけなかったので、あの遅刻をしてあの、中に入れてもらえなかったっていう話なんです。で、ここでポイントはですね、この一覧表にしてみたんですけど、賢いって呼ばれている人たちと愚かなっていうふうに呼ばれている人たちは、ほとんど同じ、ここまで同じんですよね。で、花婿が遅刻してきて居眠りをしてしまうということでも同じんです。でも、花婿がここで遅刻してくる、ありえないことのように思いますけれども、そのありえない と思うこことが起こったために愚かつまり予備の油を持っていないということが明らかになる。で世の中にはですね、これちょっとふさわしいかどうかわからないんですけれども、あのまい、あ、わばあるあの、あってはいけないと思っていることに遭遇することによって、 で、今回は例えば私たちの社会をリモートワークができるいろんな便利なことができるんだということを言いながら一方で私たちはですねいわゆるエッセンシャルワーカーという方たちに頼りながら社会を維持しているまあ、そういうことが見えてきたりあるいは逆の意味ではあの私たちはですね感染経路がはっきりしてこない,というあの夜の街はあの危険だ。でもその 確かに飲食は今も危険だというふうに言われているわけですけれども、夜の街という言葉によって何を表彰しているのか、それはとても、まあ、怪しい気がするんですね。意味のないことに、あのえーとまあ、それが意味がないかどうか分かりませんけど、固定観念をこう作ってしまっている。でそういうことをあの今回、コロナによっていろいろ考えさせられたような気がします。そして、あのまあ、もう少しあの小倉先生に伺うべきかもしれませんけど、時間などであのでお寄りしていただいた私の あの私なりのある種の結論を申し上げるとあのまたによる福音書の先ほどの十人の乙女の続き最後のところにですね、えー、正しい人たちが王に死をいつ私は飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げただろうかいつ旅をしておられるのを見てお宿を犯し裸でおられるのを見てお帰席したでしょうかいつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうかでそれに対して王は はっきり言っておく私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたのだというふうに答えているわけですね。でこの最も小さいものこれはあの、えー、と最近はあの、えー、と本田、えー、神父が小さくされたものという、えー お機会をしていらっしゃるんですけど、それはとても私にも参考になります。それは、あの、小さなものが小さくされたっていう認識をするときにはですね、私自身が固定観念で人を見て、そしてその、えー、意味のない存在だっていうふうに考えていたのではないかということを問いかける意味で、私の責任が問われている。その責任を自覚したときに、私たちは初めて、あ 小さくされたものっていう言葉を使うことができるんじゃないかっていう気がするんですね。つまり社会において小さくしてきた私の責任が問われているというふうに考えていくとですね、私たちはそのコロナの時代の中で今まで気がつかなかったたくさんのことありますけれども、そのことに対してあの私たちはですね、気づかないであの触れてきたものの意味、あるいはその存在の深さというか、そのことに、あの 私の言葉で言い換えると振り回されて生きるという生き方が必要なのではないかという気がいたします。であの最後それこそ最後ですけれどもイエスはですね 他の羊もその私にはいるんだというふうにあ,のあるところであの言っています。これは非常にこう終末的なあのものの見方だと思いますけれどもあの、まあ、イエスの言葉を書き残した原始教会、あるいは初代の教会の共同体制というのは、あの狭いこう、同じように考える人たちの仲間ではなくて、その囲いの外にいる人たちに向かって、 で開かれているこれは私は週末的な共同体というあるいはそういうことを構想することによって希望というものもあるのではないかということをあの考えさせられて、まあ、なかなかあの短い時間で結論のようにあのお話できませんけれどもあの小原先生の,あの解説を参考にしながらこんなことを、まあ、ギリス教とパンデミックということの中で考えさせていただいている次第です。じゃあ、えー、とちょっと共有を取り 中村、はい、先生あの、ありがとうございました。はい。あのはいえっと、非常によくポイントをこうまとめていただいて、えっとまあもうあの、それをね、ポイントがたくさんあったので、ん、まあ、ていうかな、どれをこう深めたらいいかってあの分からないぐらいに私たちにはですね、多くの課題があるなということを、まあ、改めて感じたんですね。で、あのまあ、まずですねあの、最後に、最後の方のところで、えっと、先生があの聖書を引き合いに出してねあの、まあ、未定なるものへの 責任ととといいうことをあのままめてくださいましたでそこでうんと聖書の中では「この小さなものに」っていうふうにこう書かれてるんですけどもそれを、えっと、中村先生は、えっと、未定なるもの、えっと、まだ定まってないものっていうふうにこう、えー、それをこう逆に何て言うかなその言葉を置き換えてるんですけどそ,そこの意図するところはどういうところにあるんでしょうか えっと、私がその、あの、見て、まだ定まっていない、はっきりしないものっていうのは、あの、私たちがその、ものの認識っていうか、あの、名前をものに与えるとか、相手との関係ができる。大概、私の理論で納得できるものに対して、私たちは、その、対話の相手として選ぶことができますけれども、むしろそうではなくて、私に、あの、恐怖を与えたりとかですね、違和感を与えたり、あるいは、え、なぜ っていうふうに感じさせてくれる、そういう存在に対してのある種の、まあ、意見、私は、私なりに、そこにあの宗教的な、あの、思いというか、意見、そういうものを恐れる気持ちというものが、あの、私を本来生かしてくれるんじゃないかっていう気がしてるんですね。だから、その、この今私がた多少親切にできるようなことができたとしても、それは私は、あの、王様であるってわかってる必要がなくて、 全然違う枠組みの中で理解している。あの、この人を助けたからって何の役に立つかわからない。その人と向き合うということがむしろあの聖書の原理かなというふうに。うん 感じているという。るそれをま見たいという言葉に置き換えてみたわけですね。<laughs> そうそう。つまりあの我々はあのどうしてもこの固定概念で捉えがちだけども、実際にはその定まらないというか未だ定まりきらないそういう人たちのことをやっぱ視野に入れるっていうそういうことですね。はい、ですね。はい。いやいやあのよくわかりました。いやあの今日本当にねあのたくさんのことをえっと触れてくださって でえっと私もあのまあ書いたものをね中村先生がと再度取り上げてくださることによってあここはやっぱりすごく大事なのでもっとこもっときちんと深めたいなっていうふうにですねこの考えるところもですねあのありましたまあそういう意味ではあのこのパンデミックというかそのコロナによってもたらされた えと変化自体はですね、まあ、確かにあのこう非常にネガティブなものがあるんですけども、まあ、こういう形で強制的に違う状況を突きつけられなければ、えー、となかなか今まで見えなかったものもたくさんあるなっていうことをねやっぱり感じさせられたんですね。ですから、えーとまあ、その点でやっぱりこのシリーズ全体でやってることですけども危機的な状況の中で「あもう大変大変と」と終わってしまって「あああの時代が終わってよかったな」ではなくって何かこう、えー、その今までの 何て言うかな、そのおぼろげにしか見えなかったものを今、ぱっとですね、一瞬、ういま見せられているようなね、えっと、そういうやっぱり経験をしているのであれば、やはりその今まであの惰性の中でですね、我々が深く考えてこなかったものに対して、うん、と課題をやっぱり整理していくということが大事ですし、まあ、その問いの突きつけられ方っていうのはね、やはりその宗教、キリスト教に関しても、何かやっぱり。 こういうのものがあるのではないかなっていうのはですね、えっと、改めて、えっと、感じましたね。はい。で、あの、もう時間ですね、かなりあの経ったんですけど、えどうでしょうあの。中村先生、今日はですね、本当にいろんなことをうまくまとめてくださったんですが、あの、まあ、視聴者の方々の中にはですね、えー まあ、キリスト教に対して、まあ、まだ十分な知識を持ち出ない方もねおられるとは思うんですが、えーっとまあ、視聴者一般の方々に今この時代において中村先生が、えー、っとこの点はやっぱりきちんと考えるべきではないかというのですねそういう,こうメッセージがあれば最後に、えー、っと短くあのお話しいただけますか そうですか。えーとまあ、先生が今まとめてくださったことも本当に全く同感です。それで、あの普段私、教室であのこういう状況の中で学生さんたちに言っていることを同じことなんですけれども、あの繰り返させていただきますけれども、あのなんていうか、 キリスト教の場合はこう考えるべきだとかっていうふうにあんまりお考えにならないで、うん、あの今あのコロナという状況の中で本来人間的にもっとこうリアルに人と出会うで出会いたいでそういうことがうまくあのやりにくい時代の中で。 私の心の中には何が芽生えているかということをできるだけ丁寧に見ておいてほしいなというふうに思っていますね。で、あの本当にうがった言い方で、あのこれは危険なあの発想かもしれませんけれども、少しあの時間が経ってみると、今、 若い時にこの、まあ、特に若い方、学生さんたちが見てくださるとしたら、若い時にこういう経験ができた世代が、これからの時代を作っていかれた時に、私はこれまでとは違う社会、あるいは人と人との出会いとか、あるいは宗教そのもの,その,も,のもですねあの大、大切なものを残しながら、変容していく可能性があるというふうに思っています。でそれはネガティブに考えているというよりは、私はあのそこに希望が あるような気がしていますので、あまりあの、えー、とこういう時ですから無理なさらないで、せっかくですから、情報の海に溺れずにご自分の心、うん 心の中を掘り出していただくといいんじゃないかな。うん、そしてまたこういろいろお話できるようになった時に私とも話してくださったら嬉しいなと思っています。うん、そんな感じです。あ、はい。あの長、うん、野先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。そすね。あの今もあのコロナの今の感染状況がどうとかですね、あの世界の状況がどうかみたいなことはもうたくさん情報として入ってくるんだけども、まずそれそういったことの中で私自身が今どういうふうな変化をへあの減てきたのかっていうことを やはり真摯にこう考えるというのはすごく大事ですよね。というのは、あのコロナになる以前っていうのは、やっぱりその、もうそういうことを考え,さ考えずに、とにかくひた走ることがね、やっぱり良しとされたみたいなところがありますけど、今はあのいろんな意味でこう強制的に立ち止まらされて、 えとちょっとやっぱり余裕持って自分自身を振り返る時間っていうのは多分あると思うんですよね。ですからそういう時にこそあ結局私自身は今どう考えてるのか、えー、ということをですねあのやはりこう問い直してみることができればあの今は今でやっぱ貴重な時を我々は生きてるのではないかなということをねあの今のお話を聞いて改めて思いました。あの中村先生今日はかなりの長時間に及ぶですねあの先生のご説明及びあのディスカッションですねしていただきましてあ,のありがとうございました。 あのありがとうございました。あの、はい、僕も楽しかったです。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございました。